はい、こんにちは、まーやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのビーストヘビーモスヘビーホールドです。はい、一つ前と二つ前の動画の超改造セット、スピードとヘビーこれと同じ日に発売されたものですね。はい、すげーね、すごいね、タカラトミさんめっちゃ頑張っちゃったね。うん、じゃあ開けていきましょう。はい、このような感じですね。はい、じゃあステッカー貼って組み立てましょうか。はい、ということでこちらがビーストヘビーモスヘビーホールドですね。はい、じゃあ組み立てましょう。はい、せーの、はい、あ、ちょっと硬め、硬い柔らかめ、硬いね。うん、はい、このようなレイヤーになっておりますね。あ、雲だ。そう、雲ですね。うん、モスだからね。モスで、ちょっと紫色になってて、うん、ちょっと独特しい感じのこのデザインになってますね。おお、そしてディスクはおなじみのヘビーで、はい、ドライバーですよこれ、はい、これが新しいホールド。はい、すごいねこれね、円盤状のなんかこの回転するものがついてる。うん、ちょっと説明読むと、フリー回転する大きな円盤状の軸先により、バトルの後半からでも加速してスタジアム内を暴れることができるアタック系ドライバー。おお、すごいね。うん、はい、ではまたアングル変えてシュートしていきましょう。はい、はい、それではビーストヘビーモスヘビーホールドシュートしてってください。はい、こーし、ちょっと重さめるの、あ、すごい、ダッシュ、アタックタイプだからね。このホールドディスクじゃねえ、ホールドドライバーがどんな感じなのかちょっと注目だねこれ。うん、静かになった。あら、長いじゃん意外と。長い。アタックタイプなのに。これこのまま止まる、このまま止まるまさか。立つ？出たー、久しぶりに奇跡起きた。立ったー。これまさかこのまま立つタイプ？あ、立たないよね。マグレだ。あー、すごい奇跡だった。では対決していきましょうか。まずは私はサイキックファントムホリッシュウェイトで、僕がビーストヘビーモスヘビーホールド。はい、3、2、1、ゴー。どうなる、どうなる、どうなる。ちょっとうるさいね、やっぱね。ホールドディスクドライバーがうるさい。お、あー、やっぱりね。おお、マジでファースト。3、2、1、ゴー。うるせー。わあ、またまたバースト。びっくりした。じゃあベイ変えます。ワイルドワイバーンインフィニティヒルディング。はい、3、2、1、ゴー。シェイ、3、2、1、ゴー。シェイ、ワイバー真ん中に行きますけれども、ヘビーモス一回り大きい。おお、勝った。あ、いやいや、じゃあまたベイ変えます。ビクトリーバルキートリプルユナイト。はい、3、2、1、ゴーシュ。おっと、オーバーフィニッシュ、久しぶり。3、2、1、ゴーシュ。おっと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 、追いかけっこ始まった。こうなるとどっちだ、どっちだ。ああ、負けた。じゃあまたベイ変えます。インフェルノインフリートマグナムライナー。はい、3、2、1、ゴーシュ。おお、すごいすごいすごい、暴れまくってたな。あ、揺れてるよ。おお、3、2、1、ゴーシュ。おー、これアタック対アタック、どうなるよ。負けた。しかもまだ待ってる。お、立ったよ。3、2、1、ゴーシュ。おー、すごい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 、まだこれだけ回る。あんだけ当たったのね。おー、ほんとに。はい、ベイ交換しまして、私がビーストヘビーモスヘビーホールドです。はい、僕がサイキックファントムポリッシュウェイト。はい、3、2、1、ゴーシュ。ちょっと遅かったかな、シュートが。いや、これで終わる。でも今のところ、これ3、2、1、ゴーシュ。
回るもんね。ワープとしたい。ああきつい。スイーツーワンボーシュ。どっちだ。どっちだろう。ああきつい。ああ負けた。おーっとどっちなんだろうこれ。B かな。インフェルノインフリートマグナムライナー。スイーツーワンボーシュ。はい、ということで今回はベイブレードバーストのビーストヘビーモスヘビーホールドでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、そして、なかなかいいあれだったね、ベイだった、バ